腐ったみかんは周りにも悪影響を及ぼす。自分はどうせ控えだからと、ふてくされた選手は仲間を作り始める。結果、チームは一つじゃなくなってしまった。1分け2敗。グループリーグ最下位での敗退に終わった2006年ドイツワールドカップ。責任者のジーコ監督は、後に週刊誌のインタビューでこう述べた。今回は、この腐ったみかんは誰なのか、そしてどうしてこうなったのか、深掘りしていきます。歴代最強のジーコジャパン。2004年、反日感情が爆発していた中国開催のアジアカップで、奇跡的な優勝を飾るなど、期待に違わぬ結果も残した。ほぼ国内組の選手で、大会2連覇を達成し、ジーコジャパンはアジアナンバーワンの座を名実ともに手に入れた。藤田俊也をはじめ、三浦篤弘らベテランが試合に出場できない中、若手に見本を見せるかのように日々のトレーニングを黙々と消化。試合になれば出場メンバーたちを献身的にサポートした。その姿を見て若手のサブメンバーたちもふてくさるようなことなくチームを盛り立てた。おかげでピッチに立つ宮本恒康らレギュラー組も試合で存分に力を発揮することができた。藤田や三浦らベテランがまさに戦いやすい環境を作ってくれた。この頃までジーコの言う腐ったみかんは表面上出ていなかった。みんなが同じ方向を向き、チームは一つになっていた。また当時のジーコジャパンがどれくらい強かったかというと、近年ではいつも苦戦するワールドカップアジア予選もテヘランでイランに敗れた試合以外は全勝。一次予選との通算成績では11勝1敗で終え、 B 組1位となり予選を突破した。若いサッカーファンには信じてもらえないかもしれないが、悠々とドイツ大会への出場権を獲得しているのである。アジア代表で出場した2005年コンフェデレーションズカップでは1勝1敗1分け。メキシコには1対2で敗れたが、ヨーロッパ王者のギリシャに1対0で完勝。この大会で優勝した強豪国ブラジル戦にも2対2のドローに持ち込んでいる。グループリーグ敗退に終わったものの、試合内容に対しては海外メディアでも高い評価を得ていた。さらにビッグネームのジーコのおかげで組まれた強豪国との対戦、ヨーロッパ遠征では当時20戦不敗の記録を打ち立て、2003年ヨーロッパ最優秀選手で主将のパベル・ネドベド率いるチェコに勝利し、ワールドカップ優勝候補の呼び声も高かったイングランドと引き分けるなど、アジアではもはや敵なし、欧州や南米の強豪相手に勝つ可能性を大いに感じさせるものであった。歴代最低のチーム状態。多くのマスコミは過去6度のワールドカップ出場のうち、最もチームの状態がバラバラで仲が悪かったのはというと、2006年のジーコジャパンを挙げる。1998年、日本代表の最初のワールドカップは何もかも初めての出場で、チームもそれなりにまとまっていた。幾多の問題も抱えていた2002年のトルシエジャパン、2010年の岡田ジャパン、2018年の西野ジャパンはベスト16という勝利と結果によって最後はチームが一丸となった。そう、ワールドカップの大舞台ではチーム全員が同じ方向を向かないと絶対勝てない。ジーコジャパン同様、大きな期待を集めた2014年のアルベルト・ザッケローニ監督率いるザックジャパンもジーコジャパンと同じくグループリーグ最下位に終わり、チーム状態も似ていると言われるが、日本代表を取材したことのある記者によれば、本田圭佑は中田英寿ほどチームで浮いてはいなかったという。本田はビッグマウスだが、大阪人特有のいじられキャラもでき、基本的にフレンドリーである。大会後、川淵三郎キャプテンがロイター通信のインタビューにおいて、中田英寿は他の選手と交流を持つことができなくなっていた、と語ったように、大会の敗因が中田英寿のワンマン体制でチームが空中分解したと見られがちであった。しかし、ジーコはレギュラー組と控え組の確執、腐ったみかんが最大の原因だと見ていた。確かにドイツ大会の日本代表では、1999年のワールドユースで準優勝を果たした1979年生まれの79年組の対立がチームの内部崩壊を招いたとの意見も流れていた。
キャバクラセブン。腐ったみかん、チーム崩壊の伏線はあった。2004年2月、ジーコが慣れ親しんだ鹿島にて親善試合マレーシア戦を行う。このドイツワールドカップ予選を控えた日本代表の鹿島合宿中に、市内のキャバクラに久保達彦、奥大輔、小笠原光雄、山田拓也、鈴木亮太、茂庭照之、大久保嘉人が無断外出して問題を起こし、スキャンダルとして取り上げられてしまった。ジーコは信頼関係を失った、裏切り行為と感じたとコメント。この規制を破った7人は代表チームへの一時招集を見送られた。実力があるのにもかかわらず出番が少ない控え組のストレス、当時の報道では女性の胸をわしづかみにしたり、デブなどと暴言を吐いたり、出前で取った握り寿司を他の客に投げつけて口論になったなどと報じられた。カイザースラウテルンの悪夢。今まで勝つことでそれらを抑え込んでいたチームは、あまりにも無残な敗北を最も重要な試合で喫することになる。第1戦は当時直近の3試合は全て日本が勝利している格下のオーストラリアとの対戦。中村俊輔がゴール前に上げたアーリークロスが幸運なことにそのままゴールに吸い込まれて貴重な先制点となる。相手ゴールキーパーはゴール前で日本のフォワードと競り合っていたのでボールを補給できなかった。審判によっては得点ではなく日本のファールと判定してもおかしくはない場面。ジーコの勝負強さと強運が本番でも発揮された。こうして1点リードを保ったまま後半39分を迎えた。試合の残り時間はわずか6分。ベンチから試合を見ていた梶明も、日本は後半から運動量がガクッと落ちるのが分かったという。そのタイミングでオーストラリアはケイヒルやケネディ、アロイージといった切り札を次々と投入してきた。宮本もオーストラリアが高さのあるフォワードを入れてくるのは分かっていたと述べ、延長戦はないグループリーグ戦、日本もディフェンダーを中心に3枚フレッシュな選手を導入すれば逃げ切れると誰もが思った。しかしなぜかジーコは後半38分にフォワードの柳沢を下げ、ミッドフィルダーの小野を投入した。その意図について、小野をボランチに入れることで中田を上げる、中村と試合の流れを変えられる選手である小野の子の能力により前がかりになったオーストラリアの裏をつけると思ったと説明している。しかし中村は試合後に、途中までうまくいっていた、シンジが入って中途半端になったと、これを悪手だと述べた。必要に日本のゴール前にボールを放り込み、体力任せのパワープレーを仕掛けてきたオーストラリアの攻撃がついに成功する。日本から同点ゴールを奪い取り、地獄のような瞬間が始まる。わずか6分まで耐え忍んでいたのが嘘のように、短い残り時間で同点、逆転、追加点と3点も奪われて敗れてしまったのだ。短い期間にこれを修正、修復するようなチームワークも指導力もないジーコジャパンは懸命の打開策を講じるが、試す術もなく、続く第2戦クロアチア戦に引き分けると、最終戦のブラジル戦では1対4と大敗し、そのまま終戦した。初戦の出来が全て。格下であるはずのオーストラリアは決勝トーナメントに進出した。この約1年後に雑誌のインタビューで、最もそばで見たジーコは、ワールドカップではベンチを含めた23人全員が試合に集中していたわけではなかった。ワールドカップの舞台で活躍してさらなる成功をつかもうとしている選手の中に、選ばれるだけで満足している選手や使わないとモチベーションを下げる選手がいた。チームの中に腐ったみかんがあるようなものだ。腐ったみかんは周りにも悪影響を及ぼす。僕はそうした選手を個別に呼んで話をした。でもダメだった。日本に返したい選手がいても制度上どうにもならなかったんだと敗因を語る。腐ったみかんは？ジーコの発言から名前を伏せられたその選手が一体誰なのかを考えてみたい。真っ先に名前が挙がるのはオーストラリア戦、
後半38分に交代で入った小野伸二だ。話を総合すると、小野伸二個人というよりも、この小野を中心にした小笠原光雄などの79年組グループが、腐ったみかん、ジーコが語る面々だと推測される。このドイツワールドカップに選ばれた日本代表メンバーは23人。フィールド選手20人のうち3分の1を超える7人が、小野と同じ1979年生まれの同級生、当時27歳だった。このチームにおける最大派閥、小野伸二を筆頭に稲本潤一、高原直弘と海外組が並び、他にミッドフィルダーでは小笠原光雄、遠藤康人、ディフェンス陣からは坪井圭介、梶明と並ぶ。この同級生たちには特別な絆があった。1999年に行われた19歳以下の世界大会ワールドユースにおいて準優勝という快挙を体験しているのだ。この小野世代がアジアの壁を軽く飛び越え、世界の強豪相手に優勝争いを演じた事実はことのほか重いものだった。自分たちで歴史を作ろうという当時の首相小野伸二の言葉を合言葉にして、実際に新たな歴史を打ち立てた。さらに2002年の日韓ワールドカップでも活躍した事実をもって、この世代は大きな自信を自分たちに持っていた。だからこそジーコジャパンで出場機会に恵まれない状況に不満を持ち、自分の方が下だと思わないと堂々と公言する。中田英寿と中村俊輔のチームと言われるジーコジャパン、この何気なく悪気のない振る舞いがチームの雰囲気に影響し、暗い影を落としていた事実に本人たちは気づいていなかった。フィールド選手の最年長が小野たちの3つ上の30歳、主将の宮本恒康と中田英寿という2人しかいない。ベテランが少ないチームにおいては想像以上に影響力が大きく、ジーコはずっと我慢していた。あいつではなくあいつらと複数形で呼んでいる事実がこのことをはっきりさせている。これだけの実績を残してきた選手だからこそ、不満に思う気持ちはわからなくはない。ワールドカップで最も重要なのが、控え組がチームにいかに献身できるかどうか、チームが一つになるのかが鍵である。小野伸二を筆頭に、この世代は当時のスタメンにほとんど名を連ねていない。黄金世代こそジーコが腐ったみかんだと言い放った面々なのだ。カタールワールドカップへの教訓。ただドイツ大会のボン合宿においては、小野は孤立していた中田英寿と準備運動や2人組のパス練習でペアを組み、2人でやった方が面白いのでと言って居残りのシュート練習にも付き合っていた。決して献身性がないわけでもない。腐ったみかんの一人だと言われる小笠原は当時を振り返って、いろいろ言われたけど、俺はすごくいいチームだったと思うし、もっと勝てるチームだった。海外でプレーする選手が多くて経験値もあんなに高かったのに、なんで勝てなかったんだろうって。なんかバラバラだったみたいな意見もあったらしいけど、単純に結果として負けただけで、実際はすごくまとまってたんだよね。よく言われた海外組と国内組、世代間がどうとかまるでなかった。常さんと秀さんを中心に何かあればよく話し合ったし、ものすごくいいチームだったと思う、という意見もある。反面教師という遺産、この時の失敗は教訓として様々なところで生かされている。控えメンバーにチームの雰囲気を悪くしないベテラン選手をあえて入れる場面が見られるようになったのはそのためだし、体調のピークを本番前に持ってこないように工夫するトレーニングメニューの研究なども進んでいる。この時の失敗を教訓にして改善された部分は多い。しかし今回の森保ジャパンは2006年のジーコジャパンに似ていると言われる。選手の自主性に任せすぎ、ベースになる戦術を監督が決めきれていない、決断力がない、メンバーが固定化され柔軟性がない、この時と同じような失敗を未だに繰り返している面も未だに見られる。どちらにせよ、またワールドカップが始まる。日本は今回も期待と問題を多く抱え戦っていく。